始まりました。セレモニー、ね、ということでね、早速ねセレモニーを始めていきたいと思います。じゃあ、はい、みんなでイータンを呼んでいきましょう。せーの、イータン。はい、こんにちは。かわいい、かわいいね。かわいいね。かわいい、はい、ね、写真撮影でもするか。それ撮ってみんな 10秒撮りましょう、みんな。はい、撮っちゃおう。はい、マイクいる、マイクいる。はい、撮影タイム、イエーイ。はい、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、終わり。撮っちゃった。みんな大丈夫ですか？バイバイついちゃうとか。バイバイついちゃう。えいじゃん。まず最初に卒業証書授与、プロデューサーの福本さんお願いします。卒業証書、中村ゆい殿、あなたはその抜群のダンスセンスと誰からも愛される天真爛漫なキャラで、かっこよくて可愛いスタティを体現してくれました。その功績を称え、本日ここに卒業証書を授与します。これからは新天地でその魅力に磨きをかけ、新たな道で輝いてくれるよう期待しています。令和3年10月23日創業ボディーさん、福本敏弘。ありがとう。この記念品です。お約束さんに。じゃあ、待ってください。また来てね。また呼ばれたら来ます。熊本にも行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、続いてエルフィーお願いします。すごいよ。いいだん。いつもキラキラしてアイドルしてるいいだんが大好きでした。これからもキラキラして笑顔が可愛いいいだんでいてください。2年間お疲れ様でした。続いて、はい、スタティオからです。はい、はい、いいですか？あ、何が？あ、一言？おめでとうございます。もう大好きです。イエーイ、はい、おめでとうございます。愛してます。はい、私も愛してます。おめでとうございます。ありがとうございます。いつか私に一番に使わせてください。待って、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。もう次に使わせてください。先に、いつも先に使われてる気がする。ありがとうございます。ハグは後でね。期待してるね。ハグは後でね。はい、ね、いい、はい、それではここでメンバーから送る言葉です。まずはマナミンがお願いします。はい、やばい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 。はい、あー、ワットが来てくださいよ。いい先輩、ご卒業おめでとうございます。私は今どこにあるのと踏みしめた先輩はいつも明るくて本当に
に頑張り屋さんだなと思います。研修生レッスンの時もずっと来てくれて、ダンス未経験で、この前エルフィーにダンスを教えた時に、こんなダンスって教えるの難しいんだっていう実感があって、本当先輩たちには本当迷惑かけたなと思いました。はい、もう今日、はい、スカイの時号泣しましたが、もう今も号泣してます。はい、もう、はい、先輩大好きです。私も大好き。はい、よし、悲しい言葉じゃない、それぞれの毎週来てくれて、あ、お趣味に会えて嬉しいって思ってたんですけど、まあ、その気持ちとの反面、なかなかダンスを覚えられずに、引退や歌に迷惑をかけてしまうこともつらくて、最近のエルフィーにレッスンとかで、あ、自分が教える立場だったらこんなに大変なんだなって思って、たくさん迷惑をかけて申し訳ないなって思いました。なので2人の存在はすごく偉大だなって思ってます。ずっとイータンオタクとして好き好きいまくって、ご迷惑やちょっとうざいなとか思わしちゃったかもしれません。いや広い心と優しさ、いつもたくさん助けられました。卒業の話を聞いた時にレッスンでめちゃめちゃ泣いてしまってだけどなんか今も涙が止まんないし、さっきもたくさん泣いてしまってごめんなさい。でもとにかく本当に大好きだし、ゆるいで活動できて本当に幸せでした。卒業してもずっと自分の使命です。大好きだよ。私も大好きだよ。ありがとうね。あれ、なんかね、動画見たらね、あ、いっぱい思い出、ね、あ、いっぱいあるなって思ってね、なんかね、楽しいねって思いました。はい、いつもね、なんかね、そんなね、大好きとか言うんだけどね、大好きだよ。うん、ありがとう。ではイータンから俺のメッセージです。ちょっとごめんなさい、卒業ということでね、書きたいことがたくさんありすぎて、10枚書きました。えぐいです。本当に3時間かけて書きました。これ大変なんですよ。いや、本当になんとかまとめようって思ったけど、まとめられなくて、で、書いてたら10枚ぐらいになっちゃってお母さんに、え？って言われてごめんなさいって感じなんですけど、もう長いけど聞いてください。うんでは、読みたいと思います。読みます。今日は本当に私の卒業ライブに来ていただいてありがとうございました。とっても素敵な思い出ができました。コロナで延期してしまいましたが、無事に開催することができてとっても嬉しいです。ここでみんなに感謝の気持ちを伝えていこうと思います。まずはゆあちゃん、
いつも明るくて可愛いゆあちゃんが大好きだよ。生誕祭本当に可愛かった。同じグリーン仲間だからいつも嬉しく思ってたよ。毎朝配信も頑張っててすごいなって思っていました。これからも大変だろうけど、ゆあちゃんの個性を生かしてたくさん頑張ってね。大好きだよ。次はさきちゃん。さきちゃんはいつも可愛くてザ・アイドルって感じですごく憧れてました。八重歯仲間なのもめっちゃ嬉しいです。配信もいつも頑張りながらも楽しんでいてすごいなと思いました。その抜群の可愛さを生かしてこれからも頑張ってください。大好きだよ。みなちゃん。いつも面白くて元気なみなちゃん、イータンって元気に声をかけられるのがすごく嬉しかったよ。その可愛い元気さを生かして人気になっちゃってください。いつもダンス頑張ってて偉いなって思ってるよ。これから大変だろうけど頑張ってね。応援してます。大好き。アイナちゃん。アイナちゃんはお人形さんみたいに可愛いよね。いつもまつげが長くて羨ましいなって思ってたよ。衣装交換の時に紫似合ってるって言われてめっちゃ嬉しかった。アイナちゃんにしかないその個性を生かしてこれからも頑張ってください。大好きだよ。次はアイリちゃん。アイリちゃんアイリちゃんは最初ダンスのことですごく注意されてたよね。でも最近では練習してあまり注意されなくなったよね。アイリちゃんはいつも明るくてお話しする時もずっとニコニコして聞いてくれてとっても嬉しかったよ私はアイリちゃんの可愛い笑顔が大好きだよ。辛いことこれからたくさんあるかもしれないけど頑張っていってほしいなって思います。その笑顔と明るさでどんどんファンを虜にしていってくださいスパティオは卒業しちゃうけどたまには仲良くしてね。大好きだよ。ありがとうございます。まなみちゃん。大丈夫か。まなみちゃんは本当に元気で、それと声もめちゃくちゃ大きいから電話するときも声が大きすぎていつも耳がキーンってなってました本当にでもそこがまなみちゃんの良さだし可愛いところだと思っています。いつもイータン先輩って笑顔で呼んでくれるのがとても嬉しかったです。都市的には私が本当は先輩って言わないといけないんですけど、まあ、アイドルでは私が先輩だからいっかって思ってましたその元気と明るさでどんどん人気者になっていってね。大好きだよ。ありがとうございます。海立ち方はい、海とは一緒にデビューしてほとんど一緒に卒業できるのをとても嬉しく思っています。まさか海とここまでアイドルを一緒にやってくれるとは思ってもみませんでした。でもここまで一緒にやれて、そして成長できて私はとても嬉しいし自慢に思っています。海は歌が苦手そうだったけどリーダーになってからは音も外すこともほとんどなくなったし、とても上手になったよね。そういうところを見て海はとても努力家だなと改めて思いました。アイドルを一緒にやっただけではなく、ダンスのコンテストを一緒にやったりお泊まりをしたりなど、まだまだ海とは言い切れないほどの思い出がたくさんあるよね。私は海と過ごした思い出一つ一つが宝物です。いつもヘラッとしててふざけしてる海だけど、いざとなったら頼りになる先輩なのを知ってるよ。私がへこんでる時、悩みがある時はいつもしっかりと話を聞いてくれたよね。そんな海がこれからも大好きです。今までたくさん迷惑かけちゃったけど一緒にいてくれてありがとう。これからもよろしくね。明日のライブ頑張ってください。応援してます清松先生、今日はさっき会ったばかりなんですけど、ちょっと今帰っちゃっていないんですけど、ここでお礼を言わせてください。時には厳しく、時には面白くレッスンをしてくださってありがとうございました。最初はとっても怖い人だと思っていたけど、そんなことはなく、とても優しい人でかっこいい人なんだなと思いました。ダンスの指導もとても細かくて、いつもすごいなと思いながらレッスンを受けていました。ダンスだけではなく、私たちの悩み事を聞いてくれたり、それを聞いてアドバイスをしてくれたり、本当にいろいろな面でとてもお世話になりました。優しくて面白くて、そしてかっこいい清松先生が大好きです。研修生の時から今まで本当にありがとうございました。福本さん、福本さんとはこの2年間いろいろなことがあったけど、しっかりと私の意見やわがままを聞いてくれてありがとうございました。
それだけではなく車の運転も朝早くから夜遅くまで頑張ってくれてありがとうございました。これから新生スパティオになったり研修生のレッスンがあったりでもっと大変になったり忙しくなったりすると思いますが、今のスパティオよりももっと上のチームになれるように頑張っていってください。ずっと応援してます。たまには呼んでくれると嬉しいです。家族のみんな、できれば立ってくれると嬉しいです。はい、まずはお母さん。お母さんには最初アイドルするって言ったらもう反対する、そのを今でも覚えています。でも今では私の一番の応援者だよね。いろいろ迷惑かけてきたけど、それでも最後まで私の応援をしてくれてありがとう。この卒業ライブまでの間もたくさんたくさん私のために準備してくれたよね。本当に感謝しています。私は今日世界で一番の幸せ者だなって感じてるよ。これからいろいろ大変なことがあるだろうけど、一緒に頑張って助け合っていこうね。大好きだよ、ゆち。ゆちとはいつも喧嘩してばかりだけど、なんだかんだ言って仲はいいよなと思ってるよ。喧嘩するほど仲がいいっていうやつかな。辛い時も一緒に頑張ってきたよね。喧嘩してる時は本当に嫌いって思ってるけど、本当は毎日感謝している時はあります。アイドルのことも応援してくれてありがとう。ゆちのおかげで助かったこともたくさんありました。これからも迷惑の掛け合いだろうけど、喧嘩して頑張って助け合っていこうね。いつもは絶対言わないけど大好きだよ。本当に。そして友達のみんなとか知り合いの皆さん、立ってください。なんで私が立ってくださいって言っちゃうんだろう。ちょっと分かりにくいとあれだから。じゃあは見に来てくれてありがとうございます。いつも私の応援をしてくれたり、私を助けてくれたり、相談を聞いてくれたり、いつも感謝しています。こんな私と仲良くしてくれてありがとうございます。大好きです。大好きだよみんな。そして最後にファンの皆さん、まずは卒業委員さん、今日までたくさんの準備をしていただいて本当にありがとうございました。こんなに素敵な卒業ライブができて本当に嬉しいです。そして今日見に来てくださった方、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで今日こんなに幸せな卒業ライブをすることができました。デビューしてから本当にいろんなことがありました。コロナでイベントは少なかったですが、それでもアイドルをしたから経験できたこと、出会えた人がたくさんいるし、あります。こんな私を応援してくれた皆さんに感謝しています。私は感情を表に出すことが苦手でした。でも今は皆さんと話せることが楽しいし、ステージに立つことが楽しいです。少しは昔の自分より変われたかなって自分では思います。こんな形で卒業することになりましたが、アイドルになれて本当に良かったです。私はまだ将来何になりたいのかはっきり決まっていませんが、憧れの JK になれるようにこれから頑張ります。今日まで本当にありがとうございました。みんな大好きです。いたよりございます。私より泣いてるやん。いつもそうだよね。私よりいつも泣いてるよね。これ生徒の時は私より泣いてたもんな。最後はイータンソロ曲です。サイリウムをご用意ください。歌える気がしないよ。
1時間ぐらいみんなで喋っていた巻いてひどいはい、いいですか、もう準備はいいですか準備がいい人ペンライト振ってください。いいねそれでは最後の私のソロ曲聴いてください。大人列車
何個、色があるやつ、緑持ってる人手あげて、緑持ってる人、どっかに転がってる、あとそこ当たりました。え、誰これ、それは違う、緑色のやつ、そう、持ってる人は後で物販に来てください、当たりがあるのでよろしくお願いします。それぞれの世界線で